白浜ゴルフクラブは、和歌山県西室郡白浜町にあるゴルフ場である。リゾート地の白浜にゴルフコースがないのはおかしいと、戦前、ゴルフ場を計画した人がいた、1930年頃の上山勘太郎と下村海南であり、1937年頃の南海電気鉄道株式会社、寺田勘吉だったが、いずれも戦争で挫折した。1953年頃、 関西のゴルフファンは、年に一度、川名ホテルゴルフコース会場、設計、大谷光明、CH アリソンでプレーしていた。やがて、関西の川名を作るとすれば、それは、白浜だと言い出したのが、和歌山声援、田中和也だった。田中和也は、寺田寛吉に相談したところ、白浜にゴルフコースはぜひ必要と賛成し、ゴルフ常用地は、 和歌山県営市築上の平平原が良いと助言した。和歌山県知事、小野真嗣もゴルフ場計画に積極的で北起人代表になった。コース用地は平草原の18万坪である一部が開拓のうちで転用問題が発生したが、社会党代議士辻原孝一の裏技で切り抜けた。建設資金の調達でも応援があった和歌山財界だけでなく、 大阪財界も応援した。1955年10月13日、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、白浜開発株式会社が設立された。コース設計は、日本アマチュアゴルフ選手権競技に4勝をした、佐藤義一に依頼、助手に、松山勝浦司が参加した。1五十六年五月、造成工事は完成、同年七月十五日、 コースは仮オープンされ、同年8月14日、開場された。コースの特徴は、佐藤の持論である狭いフェアウェイと、小さな砲台グリーンではなく、例外のリゾートらしく、箱庭的に美しいコースが作られた。その後、松山勝ツ司の設計によりコースは改造され、5800ヤード、パー70から6110ヤード、パー72のコースに作り替えられた。 郵便番号649-2211和歌山県西室郡白浜城2927-1ありがとうございます。